もう一撃溺れてみるか。そしてお前のドラゴンの方角は違う、意味ねえって。俺を攻撃するな。あくまでもジジイなんだ。敵はジジイだぜ。こいつは あのドラゴンのようなスタンドに触った途端、建造の腕が見えなくなったけどな。はや、余計なことはしゃべるな。さっきからやかましいわ。今日の方角だ。分かりかけてきた。あれは不縁水位。風水？何のこと？攻め込む方角って何？例えば風水は土地や家や部屋の吉凶を見るために用いられる。そして風水の方角理論は人間の体にもあり、つまり今日の方角だ。まさかあの建造、この刑務所で40年かけてあのドラゴンのようなスタンドが手元にいるときに自分にとって安全な方角を読み、見ろドラゴンズドリームよ。現在この方角は最重要緊急警報だぜ。その口いただけ。お前は自分の腕に攻撃されるんだ。だから大凶の方角はあるんだって。まずい！やめろ、もう無駄だ。私がまずいと言ったのは頭を飛ばされたことの方じゃない。方角というなら私にも見えてきたぞ。方角を破る方法が、水で鏡が作れる。ダメージの回復にも水は必要だが、子供を誘拐したロリコン野郎からすらさえもバカにされ続けた。これから再びみんなわしを教祖と呼び始めるであろう。FF 階段の向こうだ。消火放水用のホースがある。俺は FF を助ける約束はしてきてない。契約は君を守ることだけだ。うっかり触れるなよ。ここがあんたの大教の方角だ。守りきるんだ。やったぞ、水が手に入った。ドラゴンズドリーム決定とはそういうことじゃ。このままでは。中立だからよ、建造じじい。教えたりは。 FF は汗で鏡を作れるみてえだぜ。暗いな、これでいい。少なくとも建造の暗殺風水が君を襲うこと、しかも FF の体内のプランクトンがすでに2800ボルトの電圧で全滅したのは、建造はまだ生きている。命中はしない。2800ボルトの高電圧からも安全だったはず。甘かったつもりか。それでわしを任したつもりか。ドラゴン、安全方角を教え。何かすでにされたとか。ジョリーンに蹴りを入れた時に。なんじゃこれは。いや、骨や肉をバラバラに分解した。こんな凄まじいことをやるやつなんて何者なんだこいつ。なんかさ、すごく年取ったな。たった数分の戦いで。